今日は1月13日です。こう U 字架を取り外した後なんですけど、まだちょっと水が溜まってますけど、また今晩から雨だということで、並べられる四股並べとくかなということで、午前中少し並べました。これですね、並べたもん。一応水平張ってますけど、もう一番端の基準にして適当に並べてます。今4時20分頃ですね。ほんのもう少しだったんですけど、1、2、3、4、5、あと5つか、5つ据えたら終わりだったんですけど、ちょっと雨が降り出してきたんで、これでやめます。ちょっとこの通りの糸を張ってなかったんで、ちょっとこう曲がってるけど、まあこのくらいは別にいいんじゃないかなということで、あとはこれからこれに合わせれば終了ですね。そういうことで、今日の作業は雨が降ってきたので終了です。終わります。今日は1月14日です。昨日の夜雨が降ると思ったんですけど、あんまり大した雨じゃなかったようで、昨日の作業の続きをします。ちょっと昨日の作業がカメラアングルがやっぱちょっと若干悪くて、あまり釣りがなかったんで、一つまたこの吸えるのをよいしょ撮影して、撮影したいと思います。よいしょ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 。ちょっとあんまりドスッときすぎたね。ましょうね。よいしょ。だいだいだい。もう力が入らんことになるんだ。力が出ないぞ。力が出ませんじゃ。よっしゃ。このくらいか。よいしょ。お、こっちがだいぶ高いわね、これ。あ、だいぶ高い。じゃ無理だろう。ちょっと無理じゃないこれ。取らないかんね、ちょっとやっぱり。あれ。あ、そっか。息子はまたこっちに置きっぱなしだな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。下が水が溜まって柔らかかったんで、やりにくいかなと思いましたけど、その柔らかいのが帰ってよかったようで、合わせるのが簡単だったんで、この辺はかなりスイスイ行きました。よいしょ。いいかな、このぐらいで。もうちょいかな。まあいいや、ちょっとやってみましょうかね。よいしょよいしょよいしょ。だいぶここでいいんじゃないかな。こっちがちょっとなんか、こっちがちょっと下がりすぎか。今度はなんかちょっとコントロール剣がちょっと、やっちょっと下げればいいですね。下がったか。よいしょ。どうだ。どうだどうだ。どうだどうだ。今度あんまりか。
無理か、あんた。若干、少しくらい下がってもいいんだけどなぁ。あれ？あ、大鳥じゃん。大鳥じゃん、大鳥じゃん。大鳥じゃん、大鳥じゃん。あ、若干こっちが高いくらいじゃ、いいんじゃ。はい。あ、これも若干こっちが高いぐらいですね。若干叩いとくか。はい、通りはどうだ。若干こっちか。まあいいや、そんなに大したあれじゃない。はい、こんな感じで作業してまーす。今度はちゃんと映ってるでしょうかね。このウェアラブルカメラもなかなかカメラアングルが分かりにくくて慣れませんので、ちょっと映りが悪いだけがあります。これで撮影終了します。はい、作業が終了しました。ここは若干こっちを下げてますけど、それでもこれだけ段があります。ここで5センチぐらいかな。だから5センチから8センチ前のより上げてると思います。風に並びました。あ、本当は忘れた。後でこういうのをちょっと掃除して、きれいにここを洗って、そこのメジ目っていうか、あれ、目地塗りをすれば終了です。はい、こういう感じです。若干うねってるけども、